モンキー・ D、ルフィ・チンチンだったとといいううことで見ていきましょう現在物語もクライマックスに向かっている ONEPIECE の主人公モンキー・ディ・ルフィですが彼のスペックが男性のチンチンと同じという発見をしたんですねまずモンキー・ディ・ルフィなんですがゴムゴムの実を食べたゴム人間で体をゴムのように自由に伸縮させることが可能なんですねこれに対しチンチンも 最初はふにゃふにゃで簡単に伸ばしたり曲げたりと、まあ、伸縮することができるというわけですねでこれだけだったらまだ説としては薄いんですけど他にも共通点があってモンキーディールフィって何段階かに分けて体を強化することができるんですよねでまずギアセカンドなんですけどこの携帯では血液の流れを加速させることで身体能力を極限以上に上昇させることができるんですよでこの時に 血圧が上昇するんで体が赤くなるんですね、まあ、チンチンもまずは海面体に血液が集まることによって気筒の部分がこうかなり赤くなっていくじゃないですかもうこの時点でも一緒だというところですねで次の形態、えっと、モンキディ・ルフィのギアサードでは指を噛んで骨を風船のように膨らまして、まあ、体の部位を肥大化させることができるんですよ、まあ、チンチンも海面体に血液が集まった次には まあこうだんだんとこう縮まってる状態からまあ肥大化していくじゃありませんかまたギアホースではルフィ覇気っていうものが使えるんですけどその中でも武装色の覇気というものを体にまとわせることができるんですねでこれをすることによって体の一部分を硬化させることができるんですよ硬くなることができるんですね、まあ、チンチンもその3段階目の月4段階目ではあの海面体にかなりの血液が集まってもうカッチカチになってるじゃないですか で、最後にギアフィフスではモンキーディ・ルフィ太陽神2下の力を惑うようになるんですねでこの時に全身がなぜか白くなるんですよチンチンも,もう最終段階まで来たらもう射精して白い精子をドバッと出すじゃないですかこのことからねモンキーディ・ルフィイコールチンチンという説が立証できるんじゃないかなと思いますよくよく考えたらゴムゴムのみっていうのもここまで来たら 意味深に感じますよねひにましましょうねありがとうございました